こんにちは。今日は、この「行きます」と「来ます」。「行きます」と「来ます」。この話をします。はい。まずね、ここに例文があります。これね。私は日本から来ました。私は日本から来ました。これいいですよね。はい。明日、ミシュコルツに行きます。明日、ミシュコルツに行きます。はい。でね、これ例えばね、例えば、私は今、プラハにいます。私は今、プラハにいます。日本から来ました。これは、日本からプラハに来ました。という意味です。いいですか？はい。私はプラハにいます。この時、どこかからプラハに、いつもプラハに来ます。プラハに来ます。で、プラハから、例えばミシュコルツに行きます。プラハから行きます。プラハに来ます。プラハに行きます。プラハから行きます。これは私がプラハにいますから。私がプラハにいますから、いつもプラハに来ます。プラハから行きます。いいですか？はい。で、例えばね、例えばですけど、これね、アメリカのトランプさんね、トランプ大統領。例えばね、トランプ大統領はワシントンからプラハに来ます。来ます。これは私は今、プラハにいます。で、私が話します。私はプラハにいて、私が話します。トランプさんはプラハに来ます。いいですか？で、例えばね、私の母は日本にいます。で、母に電話します。電話。で、母と私は話します。で、これね、私は母に言います。私はプラハにいますね。プラハにいます。で、私が母に言います。トランプ大統領はプラハに来ます。だけど、母は私に言います。母は日本にいます。そして私に言います。トランプ大統領はプラハに行きます。母はプラハにいませんから、来ますじゃありません。行きますです。いいですか？はい。で、例えばね、私の妹。私の妹はワルシャワに住んでいます。はい。で、私は母に言います。プラハに来てください。私はプラハにいます。そして私が話します。プラハに来てください。だけど、妹はプラハにいません。ワルシャワにいます。で、妹はワルシャワにいて、母は日本にいます。妹は母に言います。プラハに行ってください。プラハに行ってください。いいですか？はい。これ、来ます。来ます。いつもここに来ます。私は今、ここで話しています。ここに来ます。だけど、ここから行きます。それから、これほら、ブルノ、ブダペスト。これ、プラハじゃありません。ブルノからブダペストに行きます。来ますじゃありません。行きます。わかりましたか？ちょっと難しいですね、これね。これちょっとね、難しい。これはね、ベーシックです。これは基本ですね、ベーシック。で、この他にいろいろ、いろいろな使い方があります。だから今日はこのベーシック、基本だけ話します。私はプラハにいます。で、私が話します。プラハに来ます。トランプ大統領がプラハに来ます。私の母がプラハに来ます。だけど、もしプラハの、トランプ大統領がワルシャワはプラハじゃありませんね。私はプラハにいます。で、私が話します。トランプ大統領はワルシャワに行きます。ワルシャワはプラハじゃありませんから、行きますです。
いいですか。はい。じゃあね、今日は質問はありません。質問はありません。あ、どうしようかな。うん、質問あります。だから、じゃあね、この行きますと来ます。行きますと来ます。これを使って例文を作ってください。行きますの例文一つ。来ますの例文一つ。一つずつ例文を作ってください。これが宿題です。はい。じゃあどうもありがとうございました。